試合開始を前にしたエル・アスコラスにはサポーターの歓声が響き渡っています。実況は西岡明彦、解説には落ち着いた語り口でおなじみ福西崇史さんをお迎えしています。これは節目となる試合になりそうですね。ここまでの3試合チームは絶好調でしたね。この調子なら優勝も視野に入ってくるでしょう。シーズンは中盤を迎えますが、余裕があるとはいえライバルに隙を見せるわけにはいきません。この試合でもしっかり勝ち点を確保しておくことが肝心です。相手に当たりスローインです。このスローインはうまくいきません。ボールをキープできませんでした。チャンスを狙っています。さあクロスか、高い位置でカットします。これはスルーパスか、ゴール。前線でもプレッシャーを緩めずボールを奪ってからの得点。ボールを持った相手選手に圧力をかけ見事なゴールにつなげましたね。ゲームは立ち上がりからの8分、先制点が生まれました。フィリップス、バンクス、ノチェリーノ、中にスペースがあります。クロスはブロックされました。スローインからゲームは再開です。いいビルドアップでしたが相手に渡ってしまいました。中盤でボールをカットしました。タッチラインを割りました。スローインです。相手が触ったボールはスローインになります。鮮やかなインターセプト、コースを予測していたんでしょうか。前でインターセプトした。このボールは相手にクリアされました。ボールを運んでいます。ここでボールを取ります。ボールはゴールラインを割ってゴールキックになります。スローインとなります。ロングスローを選択しました。これは見事なパスカットです。よく見ていました。ここはインターセプト、しっかり予測していました。ここからどうするのか。審判はオフサイドの判定です。これは微妙な判定でした。いいスペースにボールを出しました。裏に抜けるプレーが彼の持ち味ですが、ちょっとタイミング合いませんでした。これは見事に奪いました。ボールを取りました。さてどうする。ノチェリーノ、見事なパスカットです。メスト、
丁寧にパスをつなぎます。ボールはサイドの選手へ。クロスにはしっかりついている。上げさせない。何かしてきそうですがクリアしきれません。シュート、ゴールド。フィニッシュは目の覚めるようなボレーで決めてきました。なんというテクニック。ここで一旦ペースを落としてボールを落ち着かせます。メスト、これはいけません。あっさりとパスカット。ここはドリブルで前に出ます。相手が触ってボールが出ます。コーナーキックです。このコーナーをゴールに結びつければ1点差に詰め寄れます。久々のチャンスにサポーターも盛り上がっていますね。いい位置でしたがポゼッションが変わります。見事なインターセプト。ラモス、相手にボールを渡してしまいました。パスが通りません。止めた、弾いた。相手のチャンスをディフェンダーが潰しました。前半終了です。スコアは2対0。非常にいい内容で後半を迎えます。ハーフタイムです。試合の行方は後半の45分にかかっています。この試合はどのような結末を迎えるのでしょうか。さあ後半キックオフです。中央にクロス、クリアして危機を脱しました。これはチャンスです。クリアでしのぎます。危ない場面でした。ホームのサポーターが怒っていますね。ここはキーパーがボールを取ります。前でインターセプトした。ノチェリーノ、カウンターアタックのチャンスです。タックルが決まってボールはラインの外へ。相手ボールのスローインです。このシュートはどうだ。いいボレーでしたが枠に行きません。素晴らしいキックでしたがさすがにコーナーを狙うのは厳しかったと思います。メスト、ここはよくスペースが見えていました。この攻撃は実を結びません。ノチェリーノ、
キーパーが軽々とさばきました。サイドからの攻撃を狙います。外から中へ、ボックス内へ入れてきた。まだボールは生きています。これはスローインになります。クロスを出せるか。クロスが入りました。このボールは相手にクリアされました。このミスは痛い。相手にパスを出してしまいました。サイドへパス、横に展開してきます。タックルが決まりました。相手ボールのスローインです。自陣内で相手のプレッシャーにさらされます。バンクス、サイドへパスを出します。攻守の切り替えが大事です。仕掛けてくるのか。実に鮮やかです。余裕がありますね。中には入れさせない。コーナーキックが入ります。このコーナーキックはキーパーが弾き返す。パスが通りません。フィリップス、素晴らしいタックルです。相手ボールになりました。バンクス、パスをサイドに送ります。相手にボールを渡してしまいました。ボールはミドルサードからアタッキングサードへ。さあ決められるか。鮮やかなタックル。素晴らしい読みでインターセプトしました。ノチェリーノ、ここで勢いが止まってしまいました。ボールをクリアします。中央にクロス、ボールをクリアしました。ミッドフィールドでボールを取りました。さあまたここからの連携、ここを潰すことができません。ボールをアタッキングサードへ持ってきました。ファーポストにクロスが渡る。危ない場面もディフェンスがクリア。見事なタックルです。ノチェリーノ、このパスはカットされました。サイドへ展開します。ボールを前に運んでいく。予感があったようにも思えたんですが、
ディフェンスが収め、相手ボールに変わります。ボールを奪われます。ここで試合終了。ホームチームはこの一戦に敗北してしまいました。大切なのは今日の反省点を次につなげることですね。この悔しい